事故があったのは、小松市今江町三丁目の新今江踏切。今日午前七時半過ぎ、金沢駅発、大正寺駅行きの I. R. 石川鉄道の四両編成列車と。普通乗用車が踏切内で衝突しました。そして。事故があった踏切から三百五十メートルほど離れたこちらの地点まで車は押され。 5時間たった今も車の撤去作業が行われています警察によりますと事故当時踏切の遮断機は降りていましたが車はそれを押しのけて侵入していたということです一方列車の乗客およそ150人にけがはありませんでした死亡したのは現場の近くに住む70代の男性で警察では事故の原因を調べています